谷口総司です。えっと、メッセージの方いただきました。まあ、質問ですかね。質問いただきましたのでお答えさせていただこうかなと思います。えっと、このような質問をいただきました。えー、フュージョンについてですね。ペースメーカーのことです。えー、っと、フュージョンという現象はネットで調べると危険なものではないと認識しました。昨日待ち受け患者さんがそのような現象にあったようで、日中の受け持ち看護師から依頼されてペースメーカーチェックされていました。 フュージョンは主治医は知っていました。ペースメーカーチェックでは問題ありませんでした。入院時、ハートレート30から40で、えー、防湿ブロックのため今回ペースメーカーを入れた方です。今の設定が VVI70、えー。オペ後、えー、ペースメーカーチェックで問題がなければ設定を VVI の50にする予定でした。フュージョンという現象はペースメーカーの問題なのか、P 波の後にスパイクが出ていることをそう呼ぶのか、えー、テキストに載っているネットも見てみましたが、いまいちピンとくる説明がないので質問しました。 もう一つ、スパイクがどのように出ているかを見るには、受入動を取ることで確実に判断できるのでしょうか変かもしれないと思った時に報告までにできることはありますかということで、えっ、ー、と、これをですね、マインドマップの方でまとめました。はい。でですね、まず、まあ30代で入院された方が、AV ブロックですね、30代で入院された方が、ペースメーカーを埋め込みされていると、埋め込みされたということですね。で、VVI の70で設定にされてました。 で、オペ後に、フュージョンが分かったと。これは主治医は知っていましたと。で、もし問題がなければ VPI50 の予定でしたということなんですけども、まずですね、えっと、フュージョンということはですね、フュージョンというものは、まあ VPI でも DDD でもですね、まあ設定に関わらずあり得ます、まず。あり得ることです。で、 えっと、AV ブロックということで、まあ、基本的に AV ブロックの時には DDD の方が多いんですけども、VVI を今回入れられてますね。えっと、VVI で、えー、レートが70にしてあった。まずですね、えっと、オペ後、問題がなければ VVI50 の予定で、今設定が70ということなんですけども、これ、あの、わざとこうしてありまして、とりあえずペースメーカーを動かすっていうことなんですね、入院時。なので、設定を少し上げて、まあ、自分の自発、あ、事故の、 心拍を出さずに出さないようにして、ペースメーカーでまず打ってあげる。そしてちゃんと安定して打てるかどうかっていうのを確認するために、この入院時はですね、一時的にこうやって VBI70 と、まあ70とかまあ自己レートよりも早くしてですね、えー、こうやって設定をするということですね、一般的に。そしてここでチェックをして、えっ、ー、と、まあ退院する前に VBI50 とかにして、まあその最低限打つような形にしてお返しすると。 いうことなので、まあ、まず、ここですね。VVA70 に設定してあって、ここでですね、フュージョンが見つかったってことですね。こっちからね。こっちですね。フュージョンが見つかったということですね。フュージョン。はい。で、これですね、えっと、フュージョンっていうのはどういうことかっていうとですね、自己脈とペースメーカーのスパイクがですね、同時に出てしまうっていうことなんですね。フュージョンっていうのは。自己脈が出る。まあ、それプラス、えー、その、なんですかね、スパイクも出てしまうっていうことです。 なので、これは起こり得ます、まず。起こり得ることですね。はい。で、えっ、ー、と、質問なんですけども、まず、フュージョンという現象はペースメーカーの問題なのか、ということなんですけども、これはペースメーカーの問題というわけではありません。ペースメーカーは今70で設定されていましたので、70、まあ平均してですね、まあ70より、あ、これここで打たないと70切っちゃうなって、これ70より遅くなるなっていうところでペースメーカーはドンと打つわけですよ。 まあ、な絶対に70を切らないような設定。70で、7の平均あ、1分間の平均で割って、あ、ここで打たなければ70を切ってしまうので、ここで打ちましょうということで、ペースメーカーはドンと打つわけなんですけども、それとですね、えっ、ー、と、自己脈ももし70だったと考えましょう。自己脈がもしぴったり70だとしたらですね、そこでペ,、えー、ペースメーカーはもう自己脈がないと判断して打つわけなんですけども、心臓はその70で打ってしまうんですね。そこはどうしてもペースメーカーは見分けることができないんですよ。 えっと、最低限70で打ってくださいっていう設定にされてるので、同時の場合はですね、やっぱ見ることができないんですね。それよりも前に、ペース、あの、QRS 自己脈が出た場合は、それを判断して、抑制かけることはできるんですけども、スパイクを。あまあ、打たなくていいやってなるんですけども、そこまでなかった場合、ペースメーカーは必ず打たなきゃいけないので、70、最低でも70になるように打ちに行くんですね。スパイクを出します。それと同時にですね、 え、自己脈も出てしまうってことなんですね。そうすると、フュージョンっていう形になります。スパイクも出て自己脈も出るということで、これはもうペースメーカーの設定としてはしょうがないこと。そして、えー、心臓の方もですね、70で打ちたいと思って打ってるわけなので、これももう誰も悪い人はいないみたいな感じですね。ただ、同じ脈になってしまったっていうことだけです。なので、こういうことはあり得ます。で、これはペースメーカーの問題ではありません。ただ、設定の問題、設定を変えればこれは、 え、解除することができますので、もしかしたら VBI の50にしたらこのフュージョンはなくなるという可能性はありますね。70で自己迷惑が打つので、ペースメーカーは休んでますよね、基本的に。なので、その設定の問題ですね。ペースメーカーの問題というより設定の問題で、こう、これを回避することはできるということですね。ただこれはもう、あの、なってみないとわからないことですので,で、危険性があるかどうかって言ったら基本的には危険,危険、危険性はないんですが、フュージョンはでもしない方がいいですね。 電池も使うし、ペースメーカーの電池も使うし、不要なスパイクは入れない方がいいので、まあこれは、まあ見つけたらですね、設定変更。急ぐ必要はないんですが、設定変更してもらうということですね。はい。次にですね、P 波の後にスパイクが出ていることをそう呼ぶのか。いえ、これはそういうことではありません。えっと、全く P 波とは関係、VVI ですので、P 波とは関係ないですし、うーんと、P 波の後にスパイクが出ていることをそう呼ぶわけではありません。ですね。はい。 次に、えっ、ー、と、スパイクがどのように出ているかを見るには、12誘導を取ることで確実に判断できるのでしょうかということで、そうですね。あの、死誘導より12誘導取ってもらった方がスパイクは見や,す見やすい波形があると思います。なので、まあ、確実にできるかどうかっていうのはまた、えっ、ー、と、微妙なんですが、えっ、ー、と、誘導より、まあ、モニター心電図より12誘導の方が見える可能性が高いということですね。はい。 そして変化もしれないと思った時に報告、まあ、ドクターに報告するまでにですね、できることはありますかということなんですけども、あのー、これですね、できることないんですよね。<laughs> あの、結局はもうペースメーカーの設定を変えるしかないので、えっ、ー、と、まあ、ドクターに報告して、あと、その設定を変えれる人に連絡して、えっ、ー、と、まあ、その設定変更の機械、プログラマーっていうんですけども、プログラマーを持ってきてもらって設定するのを待つと。 いうことしかありません。これですね、ただ一点だけですね、えっと、非常に、えー、大切なことっていうか、危険なフュージョンっていうか、危険なこともあってですね、これがですね、t 波に乗ってるようなスパイクが、これはスパイクオン t っていうんですけども、t 波に乗ってる時は、ま、r オン t と同じような状況になりますので、それはですね、もう、あの、フュージョンではなくて、それはもう非常に危険な状態ですので、あの、すぐ報告をしなければいけません。ただ、ペースメーカーの設定はもう変えることは、ね、 あの、プログラマーがないとできませんので、できることがあるかって言ったら、まあ本当、まあバイタルサインを見るぐらいですかね。ですぐ報告ということになります。なので、フュージョンというのはまあ基本的に危険ではないんですが、報告はしてもらった方がいいです。はい。ということですね。はい。大丈夫かなはい。まあそういうことで、えっと、今回この質問のお答えさせていただきました。以上です。タンニクス総司でした。